多分銃とか効かないでしょう。当たった？当たってないわね、これ。ほら、もう効いてないもん。彼女のために何かをしなきゃいけないとか、そういうこと？どうしたらいいんだこれ。でもあの日記に特にさ、そういう、あ、戻った。なんかヒントみたいななかったよね。なあ、こうちょいちょい邪魔してくるんだね。いや、参ったなあ。お、ここなんかあるの。屋根の上に登れる。登ってなんかあるの。あ、なんかある。回復薬。おお、何これ。奇妙なレプリカ。以前見た覚えがあるが、いつどこで見たかわからない。とりあえずかっこいいからルームに置いておこう。何でしょう。覚えてないな。あんなのありましたっけ前。全然記憶にないけど。そこの上にね、上がったら罠が仕掛けてあったんですよ。ただその罠の解除方法がね、分かんなくて。ほら、これ鍵がかかってるんだ。で、こう近づいてもね、なんかこう解除するようなね、何もないんですよね。これジャンプあればいいんだけどね。ジャンプもないし、これ撃ったらどうなんだろう。ダメだ。じゃあちょっと行ってみる。あえて。何？あ、やべえ、あの強いやつだ。スローモーションがね、あー、弾が弾まで スローモーションになってる。やばい、やばい、やばい。あ、待って待って、やーべ、弾切れたー。待って、あー、あいつも飛び降りる。いやー、弾切れたよ。どうしよう。これは、あ、これあるね、弾。あ、やべ、死んだ。わあ、強い。あ、ちゃんとちゃんとはしご降りるんだね。えらい。ちゃん死んだ。あ、死んだ。ふう、なんか爆発するのかと思ったけど大丈夫でしたね。ここは開かないのかな。血がすごいな。瓶ばっかりだ。あ、弾だ。回復薬もある。なんだろうこれ。あ、拡張するやつか。ショットガンの弾、を入れられるポーチ。あ、ごめん、あー、まあいいや。よし。ん？この家かな。あ、この家だね。じゃあ入ってみますね。ここの扉開いてるから、こっから行こうか。
特に何もないな、ここは。リビングですね。おっと。信号拾いましたね。強くなってる。ん？ここじゃないのか？ここだよね。おかしいな。これ外出るよね。あ、外出ちゃうな。じゃあこっちの扉か。あ、また強くなる。ここだね、じゃあ。作業台？違うか。ガレージ。ガレージになんでこれあるの？ファイルがあるの。KCPD。お、セバスチャン・カステヤノス。なんでこれがここにあるの？っていうか、まあ、あんなことがあってさ、精神的におかしくならない方がね、おかしいと思いますけど。なぜこれがこんなところに。ねえ、本当だよ。あ、これはダメなんだね。ああ、できた、できた。できたけど別に、特に何もないですね。車運転できたら面白いのにね。で、そのままね、ゾンビとかも引いたりしてさ。待って、なんで？なんで？いやー、ちょっと待ってよ。また出てくるの？テレビついてる。あ、ちょっと待って、俺この部屋行ってないね、そういえば。いや、このテレビをね、どうにかしたらね。あ、ここも開かない。あ、なんか映ってるよ。何？なんか映ってる。ファイルナンバー15、セバスチャン・カステヤノス刑事の面談記録。ビーコン精神病院で起きたことについて話してくれませんか？もう10回は話したぞ。もう一度思い出してみましょう。これじゃ面談じゃなくて取り調べだ。お願いします。俺だ。そうだね。なんか足音聞こえたけど。あ、ここ開かないね。ちょっともう雰囲気が違うもんね。色合いっていうかさ、なんかおかしいよ。もうびっくりしたよ。何？これはなかったでしょ、さっき。あった？こんなの。まあ、そうだよね。そうなんですか。何あれ、何今の。入りたくないな、入りたくないな。開かないし。お、何？あの後無理やりやらされたカウンセリングだ。どこ行けばいいの次。ああ、なんだなんだ。
なんかいるんだよ、もうさっきから。何？な。夢を見ていたのでしょう。想像の産物です。夢じゃない、殺人鬼の精神の中にいたんだ。間違いなく現実だったかもしれない。ですが、それにこだわることが何の役に立ちますか。その執着を捨てられれば楽になれるかもしれません。ただの精神分析だったのか、それとも俺の知らない何かを知っていたのか。あれ、何？すごい、なんかあの部屋の間取り図はさ、あの家そのままなんだけどね。なんか書いてある。お前には止められない。今のカスティアノスの表情すごく良かったね。あのびっくりした表情、あんまり見たことないから。何の音これ。さっきの車椅子だね。セバスチャンが座ってた椅子。なんかある。またフィルム。なんかあれなのかな、記憶を失ってるのか。ビーコンだと？ありえない。開いた。きっと自動ドアですね。なんかあそこにいるね。あれはこの部屋って鈴木くんがいた部屋じゃない？あれ、ライトがつかない。本人かこれ。で、すごくラオラっぽかったけど。一体何が起きてる。あれ、あんなやついなかったよね。いた。なんか刺さってるよ。ただの記憶なのか。なんだこれ、なんかどう、なんで。なんだ。セバスチャン、大丈夫なの。バイタルの急上昇したわ。ビーコンを見た。またあの時に。ありえない、完全に新しいステムなのよ。俺にもわからん、だが確かに見たんだ。もう二度とあんな経験はごめんだ。ここにいるだけで最悪だってのに、その上過去の追体験とは。確かに。おちょくられているのか。集中しないと。やりか。リリーを見つけ出すんだ。赤レッドジェル、不思議な赤色のジェル。スキルアップでロックされたルート。ああ、そうなんだ。それはありがたい。ここはもともと開かないのか。さあ、じゃあ次、ここに行ってみようかな。もうあの探索してる時にね、ほとんど敵は倒してたんですけど、ほら結構いません？敵。
こっから見える限りでも4体、5体いますね。しかもなんかね、あそこに変なのがいるんですよ。なんか危なそうなやつがね。こっからじゃいけないか。探索してる時にここ周辺の敵は結構倒したんですよね。ただ全員ではないんで、多少まだ残ってると思うんですよね。で、蘇ったりもするらしいので、そこら辺はね、気をつけていきたいと思うんですけど、あ、いますね。どっかに。どこにいるかわからないけど。え？あそこに戻るの？あ、でも違うかな、これ。ん？あ、この中に行くの？ああ、そうそう。開けましたよ、ここ。開けて、倒しましたよ。大変でしたよ。で、この中にね、なんかガンパウダーとか、だったかな、弾とか、なんかそんな感じでしたね、中身は。ん？なんだ？え、ここだよね。あ、開くだって。なんもない。どうしたらいいんだろう。わからない。ギシギシ言っとる。あ、なにこれ。そういうことか。まさかの。隠し扉があったとは。地下は怖いね。おおおおお、なんだ。ああ、知っただの死体か。どういうこと。おい、そんなもの。ヘッド、どうだ。探し回ったぞ。クソ、ジョン、ここで何をしている。見られたら困るんだよ。どういうことだ。おい、そんなもの向けるなよ。死にるじゃないか、やめろ。そうだな、辛いがこうするしかない。冗談はやめてくれよ。悪いな、でも仕方がない。メビウスに失敗は許されない。メビウス、一体何の話。で、それがこの人か。殺されたんですね。そして敵いますね。なんかあんまり聞いたことない鳴き声ですね。ちょっとしゃがんでいこうか。でけ、ネズミ、餌置きよ。なんだこれ。あ、ヘルメットか。どうしたどうした、そんなむせて。あ、これは開けれないんだね。ちょっと待って、ショットガンの弾はない。え、ハンドガンの弾は4発。これは参ったな。いますね、あそこに。これ大丈夫かね。これは多分無理だよね、まだ。なんかコードがあるね。コードを押す。コードわかんないから、とりあえずこっち行こうか。
そろそろ作業台欲しいかも。しかし新しい武器じゃない。なんか見たことあるなこれ。マインボルト。いいね、こういうの待ってたよ。いいよ。でこれ何す、これで撃つの？もしかして。あ、そうだね、これ。ちょうどなんかあそこにね、敵がたくさんいたんで、あそこで使うのかね。これだけか。ユニオンの地図ですかね、これ。気がいる。罠がある。またあれかな、写真かな。ここに、おお、来るよ。でもあいつ引っかかるんじゃね。あれ気づいた。ああ、また回復薬間違えて使っちゃったよ。よし、かかってこいお前。オーマイガー、俺もなんか、あ、食らってないか、大丈夫か。オーノゲッツ。あ、まだいるね。さっきのあれかな、敵がたくさんいた場所じゃないよね。だって上がってきてるから、多分あの敵がいっぱい見えた場所は下なんだよね。どこにいんの、見えないな。お、これはショットガンの弾。いいね、とりあえずリロードしとこう。オッケー。どこにいんの、寝てんのかなこれ。おお、ノー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 、外した。なんてもったいないこと。おお、落ち着け落ち着け。おお、強っ。もったいないかな。でもね、これ撃つときさ、音をひる出したりしないから貴重だよね。ハンドガンの、ハンドガン言えてないハンドガンで倒した方が良かったかな。これフォークリフトを上げるのかな。弾ないんだよな、ハンドガン。ショットガンも2発しかない。まずいねこれ。でも多分ね、ガンパウダーそれなりに拾ってるから。あ、斧でもよかったね。そうだ、斧持ってた。斧なら一発で、敵の頭を潰せるから。よし、お、なんかあるねこっちにも。で、多分これを動かして向こう行くんだろうね。これはヒューズ。ハンドガンいいですね。助かります。
お、ガンパウダー24もあるよ。作業台どっかないかね。ん、なんか外っぽいな。ちょっと待って。あ、外だ。ああ、ここね。鍵かかってたね、そういえば。あ、で、ここに出てたマーク消えたね。はい、じゃあ、あ、そうだな、先にこっち行って、あ、でもこっち行こう。ガンパウダーあるから。で、それ拾ってから、作業台で作っちゃいましょうか。